はい、投資とネット副業で生きるゆるゆるラジオ第2回ということで、耳で聞けるようにゆるゆるラジオを始めて第2回なんですけれども、今回の話題はですね、10万円をどう増やすかです。で、なんか今回ですね、コロナウイルスの影響によって、給付金が10万円いただけるようですけれども、その10万円を、本当に生活が厳しい、明日明後日の生活が厳しいっていう状況の方は、その10万円で、10万円をね、すぐ使っていただきたいんですけれども、ちょっと余裕があると。10万円、正直なくても生きてはいけるという場合はですね、その10万円を増やしていただきたいんですね。これが、お金っていうか、生活を豊かにするコツです。この10万円を10万1円、2円、10万100円、10万1000円と、増やしていけるかどうかがめちゃくちゃ重要です。これができれば、もうなんていうんですかね、人生が変わるどころかですね、もうお金が増えるロードに入ってきます。例えば投資で、マイナスにならなかったと。利回りが 3% 出たとなったら、10万円が 3% なんで、10万300円ですか？違う。10万3000円です。ごめんなさい。間違えました。3000円に、増えるわけですけれども、こうやってですね、10万円をどれだけ増やすか。10万円もらって、それを使うんではなくて、その10万円をどれだけ積み上げることができるか。10万円から10万何千円、10万5000円、11万円と積み上げていけるかが勝負です。で、投資とネット副業で生きるって書いてありますけれども、この10万円もらったときに、その10万円を何回も言いますよ。何回も言いますけど、増やさないと投資とネット副業で生きることはできません。1万円もらったら使うではダメなんですね。10万円もらったら使うではダメです。それをどんだけ増やしていけるかなんです。増やしていければいいわけですけど、じゃあどうやって増やすのかという話で、投資とネット副業があるわけですね。で、僕のやり方だと、まずブログにお金かけまして、1万円、2万円かけてブログを運営していったと。で、ブログが成長して月何十万にもなりましたという話なんですけど、ブログで増やすと。あとは投資ですね。10万円を、1万円ずつに小分けしてもいいですし、僕は小分けする方がおすすめなんですけど、小分けして投資して、利回りを得ると。利回り 3% でもね、10万何千円かにはなるわけですから、そうやって増やすと。で、10万円もらったら、即座に使ってしまうという生活は、できる限りやめた方がいいですね。できる限り。将来、お金を増やしたいんであれば、10万円を10万1円以上にすると。もう固く心に誓って。もう、壁にね、貼って、東大合格みたいな感じで、10万円もらったら、10万1円みたいなね、いうふうにやっていただくとですね、少しずつお金が貯まっていくというふうに思いますね。で、10万円を10万1円にするのは意外と簡単なんですね。やり方を知ってしまえば意外と簡単なんです。10万円を10万1000円にすることも、難しくはないんですよ。やり方を知ってしまえば難しくはないんです。ただ、やる人は少ないということですね。やる人は少ないんです。だいたい10万円もらったらね、すぐ使ってしまいますけれども、10万円を10万1000円にして、10万3000円にして、11万円にしてから10万円使えば1万円は手に入るわけですね。で、しかも、お金を増やす技術も手に入るわけです。なので、先にお金を増やせるかどうかですね。10万円もらってお金を増やす。ね。これができれば、ものすごく人生変わります。で、今回、コロナウイルスで10万円ゲットしました。じゃあ、どこに投資するのかって話なんですけど、まずは、少額ですね。今、100円単位で投資できるものもありますし、1円でもできますからね。1円でやっても意味ないんですけどね、正直。意味はないんですけども、1円でもできる。1万円あれば、普通にいろんな投資ができます。いろんな投資ができる。動画の概要欄にも、少額で始められる投資に関しては、記事貼っておきますけれども、そういうふうにですね、少額で始められる投資はいろいろあるんですね。例えば1円で始められるっていうんだったら、ファンズっていうのもありますし、積立NISAは100円から毎月100円で積み立てられますね。で、1万円とかだと、ソーシャルレンディングとか、ロボアドバイザーの少額でやるやつとか、
もありますね。あと、株ね。株も、SBI ネオモバイル証券とかだったら、1万円あれば十分買えます。で、10万円で言いますと、まあ、個別株買えますけど、ちょっと僕は10万円ではお勧めしないですね。お勧めしませんが、まあ、先ほど言ったような投資を高額で運用することができますし、まあ、僕がやってる株価指数 CFD なんかもできます。CFD。まあこれリスク高いんでね、10万円でやるっていうのはまあできないことはないですけれども、正直もうちょっとあった方が気持ち的には楽かなと思いますが、まあさていろんな投資が10万円あればできます。で、副業っていう意味では、ブログですよね。あと YouTube の撮影機材とか、まあ10万円で買えるのかな。ちょっと僕機材買ってないんでわかんないんですけど。まあそういうのに当てたいとかね、して、最終的にはその10万円以上の価値を生み出すと。いうことができればですね、お金でお金を生み出すと。10万円もらって、その10万円を増やしていけるっていうふうに、一回でもなれば、人生変わってきますね。なので、その経験を今回の10万円で、まあ、積んでいただければなというのが僕の願いです。はい。10万円が10万1000円になるだけでも、本当に変わります。あ、これで1000円増えるんだ、みたいなね。その感覚が次の行動につなげてくれますんで、10万円もらったら、今回ね、10万円もらったら、使ってなくなっちゃうんではなくて、ぜひ10万1円以上に増やしていただきたい。1円でもいいです。1円でもいいんで、増やすような使い方をしていただければなというふうに思います。はい。というわけで、今回ですね、10万円をもらった時の話をしたんですけれども、僕も最初は1万円で投資しました。1万円です。たった1万円。なんですけど、1年も経たないうちっていうか、毎月分配型だったんで、まあ1年で1万何百円かだったんですね。で、まあ言って1年で何百円ですから、1ヶ月だと何十円とかしか増えないわけですけど、それでも、これ10万円にしたら結構いいなとかね、100万円にしたらもっといいなとか、あと、他の投資でもっといいのはないのかなというのをいろいろ調べるようになりましたし、まあ、いいきっかけになりましたね。別にね、1万円が1万500円になったところで大金持ちになるわけじゃないですし、別にね、大したことはないんですけど、まあ、それがきっかけで、新しい道が開けたなっていうのはありますんで、10万円ってなるとね、ちょっと大きい金額になりますが、投資の額としては大きいわけではないんですね。なので、まあ、まず10万円のうちいくらかを、ちょっと投資とかネット副業をしてみてですね、お金を増やす経験を積んでいただきたいなと思いますね。はい。で、今回はですね、まあ10万円の話したんですけど、次はですね、具体的に僕がやってる投資とか、投資ですね、株価指数 CFD っていうのを今中心にやってるんですけど、なぜその株価指数 CFD ばっかり最近やってるのかと。最近の記事にも本当 CFD が中心になってるんですけども、まあそういうお話をしていきたいというふうに思います。お金でお金を増やす。10万円を10万1円以上にしましょう。今回は以上です。ありがとうございました。